ようこそ OK 牧場へ。俺は長男のブッチ、クリントン一家に立てつくやつ、この俺が許さねえ。俺が次男のアイクだ。お前たち、この OK 牧場の名前の本当の意味を知ってるか？オペレーションキル、つまり殺人作戦さ。一人残らずぶっ殺してやる。俺は末っ子のビリー。このセーブじゃ血のつながりは絶対さ。クリントン一家の敵は俺の敵。悪く思わないでくれよ。決闘だ。昨日までの俺たちと思うな。アペティ様からすんげー力もらったんで、さあ行くぜ。チェンジデブレンジャー。
てアペティ様。追いかけようぜ。奴が案内してくれるはずだ。この一件の真の黒幕のいる場所にね。足をやられた。さあ殺せ。人思いに殺せ。わざと狙いを外したんだろ。分かってんだよ、エース。礼を言うぜ。見つけたぞ、ビリー。ま、待ってくれ。撃たないでくれ、エース。少し考えさせてくれ。この機械は一体何なんだ。アペティ様は何をしようとしているんだ。しらばっくるんな。待って、この人嘘言ってないわ。目を見ればわかるもの。俺、アペティ様に聞いてみる。決着をつけるのはその後だ。一体どういうことなんです、アペティ様。あの機械で何をしようとしているのです。好奇心は時に身を滅ぼすわ。それでも知りたいなら教えてあげる。私はね、アメリカ中の人間を太らせて家畜にしたいの。家畜だって。そうよ、家畜。人間の丸々と太った肉を缶詰にしてあのお方に送るのよ。許せねえ。へん。任務に失敗した出来そうないが、何威張ってんのさ。さあひねりつぶしてあげるわ。待て。この私に勝てるかしら。俺は知ってるぜ、デブの弱点を。デブは足が遅い。バーカね。世の中には機敏なデブだっているのよ。英語で賢い人のことをスマートって言うでしょ。私あれって我慢できないのよね。いい？デブっていうのは賢いし強いし素早いの。それが本当のデブ。チョコレート一口ごとにデブになる。一口ごとに髪に近くなる。デブ、それこそ究極のお肉体。デブ、美しく強い旧の体型。うんうん、重なる脂肪は育成層。さあ波打つ胸で溺れなさい、あなた。幸せを蓄えてもっと、あ
なあってもっと痩せたソクラテスが餓死してもほら太ったブタを生き残る。ああキャビア、トリュフ、フォアグラ、ワイン&デッキ、おいしいものをもっと食べなさい。さあかかってらっしゃい、貧弱な坊やたち。ブブヒヒヒヒ
そんなお前たちみたいな貧弱なガキどもにこのあたしが。ベリー、見せてもらったぜ、お前の勇気を。さあ、これを受け取ってくれ。これは保安官バッジ。これからはお前がこの町を守れ。でも、なんでお前がこんなもの。え、お前ひょっとして。全然気づかなかったでござる。さあ行こうぜ。リンデンに伝えてくれ。チェリーアップスは死んだってな。これから俺は本当のエースになる。暗黒教団をやっつける切り札になるんだ。雷神、あんたとはまたどっかで会えそうな気がするぜ。アバよ。夢見殿、今の会話は。わからない。ただ聞こえてきたの。きっとこの町を壊した人たちの声。ひどい、こんなこと。ビリー、ヒューストンはどう行けばいいか。ガールズバッド洞窟を越えれば。そうだ、この鍵を使ってください。アペティ様、いえ、あの女の命令で封鎖していたんです。うまく言えないですけど、頑張ってください。僕も命がけでこの町を復興します。雷神か。
君の活躍聞いてるよ。ずっと誇りに思ってたんだ。昔僕らと遊んでくれた君が今じゃ有名な魔物ハンターだもんね。今日はなんてすごい日なんだろう。夢見と雷神とこんなところで会えるなんて。ねえ、ここじゃなんだからさ、砦に来てよ。すぐ近くに僕らの砦アラモが来てるんだ。ねえマグ、砦が来ているってどういう意味？すぐにわかるさ。教団と戦ってるんだ。マグ、一緒にいるのは誰だ？すごいお客さんだよ。魔物ハンターの雷神だ。ゲート開けて。それとカスター将軍を呼んでよ。雷神ってあの雷神か？よし、わかった。すぐにゲートを開ける。どうだい、でっかいだろう。これがアラモ、鋼鉄の移動要塞さ。将軍、紹介します。魔物ハンターの雷神です。隣にいるのが幼馴染の夢見、それとユーノーだ。前後でござる。はじめまして。私が司令官のカスターだ。君たちの噂は聞いているよ。さあ、長旅で疲れたろう。今日はこの砦でゆっくり遊んでいい。かたじけない。カスター将軍は暗黒教団に対抗する秘密組織太陽十字軍のリーダーなんだ。みんなこの砦に集まって戦ってる。アメリカの自由を取り戻すためにね。もちろん僕もメンバーの一人さ。雷神君、これからは我々太陽十字軍が君たちを全面的にバックアップしよう。この砦も自由に使ってくれ。そうだマグ、雷神君たちが迷子にならないように砦の内部を案内するといい。私は会議があるからこれで失礼させてもらうよ。わかりました、カスター将軍。それじゃあ雷神、君の好きな場所を見ていいよ。僕が説明するからさ。ここは酒場さ。僕らはまだ未成年だからお酒は飲めないけど、ここに来ればみんなから最新の情報が聞ける。暗黒教団が今何をしようとしているのか君にも知ってもらいたいんだ。ここは動力室、アラモの心臓部さ。奥にいるのが天才科学者のドクター M。 この砦を作った人なんだ。ちょっと変わった人だけど、天才ってみんなそういうもんだよね。わしが天才科学者ドクター M じゃ。お前が雷神か、なんで？もっと強そうな男かと思ったら、まだまだガキではないか。まあ、せいぜいわしらの足を引っ張らへんようにな。ねえねえねえ、魔物ハンターがどれだけ強いのかは知らぬが、所詮は生身の人間、機械の力にかなうわけがない。無駄な努力などやめて、このわしの設計した超ド級巨大スーパー移動要塞アラモに全てを任せるのじゃ。ねえねえねえ。ここは司令官室、カスター将軍の部屋さ。今は会議中みたいだけどね。ここが君の部屋だ。自由に使っていいからね。それじゃあ僕も自分の部屋に戻るよ。
ゆっくり休んでね。そうだ雷神、一つ相談があるんだ。もうすぐダラスに大統領が来る。その時に僕すべてを話そうと思ってるんだ。ドクロ計画がどんなに恐ろしいものなのか大統領はきっと知らないと思うんだ。真実さえ明らかになれば、平和を愛しているあの大統領ならきっとドクロ計画を阻止してくれる。僕はそう思ってるんだ。それじゃあおやすみ。雷神君、マグーンを見なかったかい？朝から行方がわからないんだ。何か心当たりは？そういえば昨夜、大統領に会って話をしたいとか。大統領だって？危険だ。危険すぎる。なぜそんなに慌てるでござるか。大統領は平和を愛する立派な方と聞いておりますぞ。かつてはそうだった。しかし今は、昨日の会議で報告があったんだ。大統領には魔物が取り付いていると。マグーの命が危ない。すぐにダラスへ行こう。カスターだ、緊急出撃態勢を取れ。目的地はダラス。繰り返す、緊急出撃態勢を取れ。目的地はダラス。さあ急ごう、もうすぐパレードが始まる。大統領、あの子供は転んで怪我をしたようだな。まあよくあることだ。嘘じゃない、大統領には死神が取り付いてるんだ。そしてでっかい釜を僕めがけて、あの人もきっと暗黒教団に。信じてるわ、パク。死神の釜で傷を受けた者は死を約束されるという言い伝えを聞いたことがあるぞ。助かる方法はただ一つ、メキシコのどこかにあるという炎の敵だ。それさえあれば死神の呪縛から解放されるという話じゃ。私たち探してきます。うん、夢見、行かないでくれ。せっかく僕ら会えたんじゃないか。思い出すよ、あの頃、ほら公園でみんなしてかくれんぼしたよね。もういいかい、もういいかい。あれ、夢見が見つからない。夢見、夢見、どこに隠れてるんだ。一時的な記憶の混乱じゃ。分かったわマグ、どこにも行かない。ここであなたを看病するわ。夢見、夢見殿、ご安心なされ。
炎の敵らは拙者たちだけで何とかするでござる。それじゃあ国境近くまで送ってやろう。雷神君、気をつけてな。でござる。驚かせて悪かったな。俺はボブ、メキシコに住んでるジャマイカ人だ。その手押し車、なんだ？これか、ボブスレーの代用品だ。俺はこの国でボブスレーのコーチをしてるんだ。ボブスレーというと、あの雪の上をソリで走る競技でござるな。しかし、ジャマイカ人のコーチというのは。知らないのか？ジャマイカは今、ボブスレーの本場だぞ。ジャマイカ、南国、雪降らない。大切なのは、雪じゃない、スピリットだ。こうやって、手押し車で坂道を爆走すれば、心はもう雪国。ならば、今拙者の頭に刺さっているものは何でござるか。安心しろ、トゲのついたつららだ。うちに来るかい？怪我の手当てぐらいはしてやる。そうか、お前たち友達の命を救うためにこの国に来たのか。炎のテキーラ、聞いたことがないな。力になれなくてすまない。よし、終わった。それじゃあ気をつけて旅を続けろよ。この国でトゲがあるのはサボテンだけじゃないからな。ペアドンナ様、ペアドンナ様。あの子供たち、様子おかしい。どうやらボブ殿の家に向かっているようでござるな。ちょうどいいところに来たな。紹介するぜ。俺の自慢の子供たちだ。こいつら全員100メートルを10秒で走るんだぞ。お前らにはわからないだろうが、ボブスレーは脚力が勝負だ。その点この子たちなら。ボブさん、僕たちボブスレーやらない。 Why? What you say? なぜだ。一体どうしちまったんだ。もうすぐ予選なんだぞ。おい、これからはあのお方のために生きるんだ。
永遠に。 What do you say? 何を言ってるんだ。何を、え、おい、待てよ。あの子の手、冷たかった。だっておかしいだろ、気温40度。ここはメキシコだぞ、メキシコ。なんであの子の手があんなに冷たいんだ。あんなに、まるで死に。まるで死人みたいに冷たかった。なあ、頼む、お前たち。協力してくれないか。原因を知りたい。あの子たちの笑顔を取り戻したいんだ。そうか、なら仕方ない。しばらく一人にさせてくれ。助太刀させてもらうぜ。雷神、お前は俺に協力しないと言った。でもよ、俺は決めたんだ。これからは俺が勝手に助太刀させてもらう。お互い目的は違うが、向かう道は一つ。そんな気がするんだ。雷神、おかしい。この町、死人の匂いがする。ようこそ私の博物館へ。私が館長のロメロだ。いやもうずっとお客さんが来ないからもう暇で。こうやってかっこいい登場の仕方をいつも考えてるのじゃ。どうじゃ、渋かったか。ロメロにメロメロって感じか。えで、何の用じゃ。質問が2つと要望が1つある。その1、この町に何が起こっているのか。その2、炎のテキーラについて何か知っているか。それと要望だが。うん、話は手短に頼む。それが要望だ。ああ、最後の要望が一番難しいようじゃが、ま、順番に話そう。まずこの町についてじゃが、結論は1つ、ゾンビじゃ。みんながゾンビになってしまったのじゃ。ゾンビですとな。伝説にすぎん。伝説の中にも真実は隠されておる。飯も食わん、死人の目をしている。じゃが生きている。ゾンビ以外に考えられんぞ。それと2つ目の炎のテキーラ、これはわしにもわからん。2
普通に考えればテキーラは酒の名前じゃ。じゃがメキシコに炎のテキーラという名前の酒はない。どうじゃ、手短に話せたかな。エクセレント、合格だ。せっかく来たのじゃ、展示品も見ていってくれ。知識は神秘の扉を開く万能の鍵じゃ。ああ、手短に話しすぎて言い忘れたのじゃが、この町の教会、わしはどうもあそこが臭いと思うのじゃ。夜中に怪しい声がするのじゃ。それとこの布、教会の裏に落ちていたのじゃが、何に使うのやら。ちょうど4枚ある。お前らにやろう。お前が人間である以上、恐怖からは逃れられない、永遠に。ママ、ママ助けて。恐怖から逃れるただ一つの道、それは人間以上の存在になること。さあ、泣かないで、かわいい坊や。今すぐ仲間に入れてあげるわ。不死の世界へ。ようこそ不死の世界へ。待て、この中に我らの血族以外の者がいる。それはお前たちだ。くそ、てめえ。逆らっても無駄よ。あたしのしもべ、闇の戦士バラムにかなう男なんてこの世界にいやしないんだから。そしてもう一人のしもべ、闇の魔導士チラムがお前たちを夢の世界にご案内するわ。おい、みんな大丈夫か？怪我はない。持ち物も無事だ。
何かをされたわけでもなく、かといって物を盗まれたわけでもない。こうなるとかえって不気味でござるな。盗まれてるとしたら、心臓でござるか。拙者はあるでござるよ。ほれこの通り。いや、俺もある。雄の殿も調べるでござる。心配するな、ある。雷神殿もあるでござるな。とにかく昨日の晩見たことをロメロ艦長に報告しようぜ。あの目、あの声、まさかあいつ。ユノ殿、行くでござるよ。艦長、艦長。あなたの探してる艦長はひょっとして、こんな艦長ではありませんか。悪趣味な冗談はよせ。わかった。わしが悪かった。暴力はよせよ。話を聞こうじゃないか。教会で怪しい女が子供の心臓を抜き取っていたのでござる。するとその子供がゾンビに。心臓を抜き出すとな、古代テカテ文明の生贄の儀式と同じではないか。よし、わしは文献を当たってみる。お前らはオアハカの村へ行け。あそこは先住民の文化を残す村。何か手がかりがあるかもしれぬ。知らないのかい？今日は死者の日のお祭りなのよ。死んだ人が寂しがらないようにこういう格好で街の中を踊り歩く日なの。そりゃすまなかった。いや、拙者も何か変だと思ったでござるよ。しかし作り物とはいえよくできてるでござるな。特にこのゾンビなどはまるで本物。本物？わあ、本物だ！わしを覚えているかな？忘れるもんか。教会では油断したが、二度と同じでは食わんぞ。それもいい。こちらも同じ手を使う気はない。バラムのやつもベラドンナ様もやり方が手ぬるいんだ。こういうやつらはさっさと殺しておくに限るのに。ボブ、これが何だかわかるか？これからお前の弱点を攻めてやる。
なんだと？やめろ、やめろ。知ってるぞ、ボブ。お前の弱点はこの音楽だ。さあ、苦しめ、もっと、もっと。これが俺の中の魔物、踊る魔物だ。レゲエを聴くと奴は暴れ出す。そして俺は奴を抑えることができない。だから俺はジャマイカを捨てた。二度とあの忌まわしい音楽を聴かないために。その力必要だ。なぜ封じようとする。お前逃げてる。逃げてるだって。お前にこの俺の気持ちが分かってたまるか。自分の意思と関係なくたくさんの人を傷つけてしまうこの俺の気持ちが。ボブ、ユーノーたち、お前に倒されるほどヤバじゃない。使え、その力。自分の中の魔物、飼いならせ。言ったな。まあ、先にお前を狙ってやるぞ。それができるなら苦労はないはずだ。それもそうだ。おーい、雷神君、わしじゃ、ローベローじゃ。じいじい、今度変な登場の仕方しやがったらぶっ殺すからな。本気だぞ。その、いかにわしでもそんな。ちょっとだけ待つのじゃぞ。フリ、まともな登場じゃろ。下半身がぬいぐるみになってるぜ。ま、細かいことは気にするな。ついにゾンビの秘密が分かったのじゃぞ。よし、聞いてやる。古代の石碑に死者の薬についての記述があったのじゃ。死者の薬だって。そうじゃ。その薬を飲むと心臓を奪われても死なない体になるそうじゃ。そしてその心臓を奪った者に対して絶対服従するようになると。儀式ではそのような薬は使われておったが。そういえばあの女、子供にキスをしていたな。それじゃ、薬はその時飲まされたに違いない。いやー、まったく恐ろしい話じゃ。しかし、安心するがよい。今日は対ゾンビ用の秘密兵器を持ってきたのじゃぞ。秘密兵器か。文献を漁って分かったのじゃが、ゾンビは塩に弱い。お、ちょうど良いところにゾンビがおるな。主を失って硬直しておる。これは好都合。ほーれ、このように塩を撒くのじゃ。返せ、返せ。
すまん。ようこそ我らが城へ。お前はベラドンナの手先だな。子供たちを元に戻せ。ベラドンナ様がお待ちです。さあご案内いたしましょう。私の城へ。私の名は鮮血のベラドンナ。やい女、子供たちの心臓を返せ。元気がいいのね。もちろん返してあげるわ。お前たちがその手で仲間を殺すことができたらね。どういう意味でござるか。さあいらっしゃい。ユーノ、この邪魔な男たちを殺したらあなたを認めてあげる。死から解放された高貴なる血族として、恐れを知らない最高の戦士として。さあユーノ、いらっしゃい。まさかユーノ殿は。心臓を奪った。でもユーノ、お前の命令になど従わない。いつまでその強情が続くかしら。あなたが私たちの仲間に加わることはこの男の願いでもあるのよ。インディアンの娘さん、ここにいるのが誰だかわかる？忘れるわけないわよね。かつてあなたが愛した男、スカーウルフ。どう？久しぶりの再会は。スカーウルフ、なぜお前が。おいでユーノ、俺たちの仲間になるんだ。スカウルフ、お前間違ってる。強情を張るな、ユーノ。あの時あの教会で俺はお前たちを殺すことだってできたんだ。でもなユーノ、お前を殺したくなかった。お前を愛していたんだ。だからベラドンナ様にお願いしてお前の心臓を取り去ってもらった。俺たちの仲間になるために、高貴なる不死の民になるために。スカウルフ！違う！俺の名は闇の戦士バラーム。さあユーノ、こいつらを殺せ。我ら暗黒教団に忠誠を誓うのだ。スカウルフ、
そんな。雷神、お前たちを殺す。それでいいのよ、ユウノ。私はこの奥の部屋で待ってるわ。あなたを仲間にする最後の儀式のためにね。さあユウノ、早く邪魔者を片付けなさい。ではないの。スカーウルフの名を捨てたのだ。ユウノ、お前を倒すことができる。ユウノ、もう迷わない。覚悟しろ、闇の戦士バラン。誰よりも分かり合えてたよな。ありがとう、ユウノ。これで俺はスカーウルフとして死ねる。ウルン、ユウノに力をくれ。ベラドンナを倒す力をくれ。お前と一緒ならユウノ戦える。
念な結果に終わったわね、ユーノ。どう？自分の恋人を殺した気分は？スカウルフ、死んでいない。この怒りはウルフの怒り。この私の呪縛を断ち切った人間はユーノ、あなたが初めてよ。惜しいわね、そんな人間を殺さなくちゃいけないなんて。最後に私たちの計画をほんの少しだけ話してあげるわね。こうして人間たちから心臓を奪ってピラミッドに命を吹き込んでいるのよ。あのお方に新鮮な血をお届けするためにね。あなた知ってた？ピラミッドって生きているのよ。古代人の作った最も神に近い生命体。さあかかってらっしゃい。私とこの究極の生命体があなたのお相手をしてあげるわ。
血の密約。ウルフ、お前の仇取ったぞ。ガキども、ボブスレーだ。ボブスレーを始めるぞ。エントリーナンバー5、メキシカンクルーズ。いよいよだ。頑張れよ、ガキども。
やったぜ、新記録だ。優勝エントリーナンバー5、メキシカンクルーズ。お別れだ。しかしお前のその力惜しいな。無駄にするつもりはないさ。これからは子供たちの笑顔を守るために力を尽くすつもりだ。さようなら、さようなら。クールラーニングス、旅の無事を祈ってるぜ。雷神、メキシコでは迷惑かけた。ユーノ決めた。旅に出る。自分の中の魔物、飼いならす修行の旅。ユーノ。何も言うな。決心が鈍る。さよならは言わない。きっとまた会える。ユーノ殿。ガキども、ボブスレーだ。ボブスレーを始めるぞ。エントリーナンバー5、メキシカンクルーズ。いよいよだ。頑張れよ、ガキども。しかし、お前のその力、惜しいな。無駄にするつもりはないさ。これからは子供たちの笑顔を守るために力を尽くすつもりだ。さようなら、さようなら。クールラーニングス、旅の無事を祈ってるぜ。雷神、メキシコでは迷惑かけた。ユーノ決めた。旅に出る。自分の中の魔物、飼いならす修行の旅。ユーノ。何も言うな。決心が鈍る。さよならは言わない。きっとまた会える。ユーノ殿。Mm-hmm.
その色、その輝き、いいんじゃないかな。まさしく炎のテキーラ、炎のテキーラ。おう、そうじゃ、それが欲しかったんじゃ。たとえ仲間をバッコンバッコン見殺しにしてでもな、それが欲しかったんじゃよ。我らがドクロ計画のためにな。うわあ、ご苦労じゃったな、雷神。これで実験が再開できるわけだ。ははは、ははは、おはは。大変だ。急いでヒューストンへ。奴を追いかけるんだ。緊急出撃、ヒューストンに向かえ。裏切り者のドクター M を追いかけろ。繰り返す。ヒューストンに向かえ。私は研究室を調べてみる。ドクター M がここで何を企んでいたのか、その手がかりを掴んでやる。操縦は君に任せよう。カルスバットの村が破壊されました。なんだって、ドクロ計画か。
わかりません。ただこう言って通信が途絶えました。山が動いた。山が動いただって、一体どういう意味なんだ。とにかく村が心配だ。雷神君、カールスバッドへ急ごう。
よし、見えたぞ。あれがヒューストンの基地だ。さあみんな乗り込むぞ。何の音だ。雷神君、すまないが見てきてくれ。犯人を見つけ出すんだ。雷神、私たちも行こう。なんだかすごく胸騒ぎがするの。へえ、この部屋は異常なしでござるな。むごいでござる。なぜこんなことを。マグー殿の容体は。